デビッド氏順ーりは、アメリカ合衆国の俳優。大学時代、金融業を志望してはいたが、自分には向いていないと感じていた。そんな折、バーで MTV にスカウトされ、同テレビ局のリアリティ番組、ロードルールズ、サウスパシフィックの出演者として、南太平洋で3ヶ月過ごすことになり、また、リアルワールド、ロードルールズチャレンジの第7シーズンにも出演した。 テレビ出演で賞金を獲得したことによって、就職するまでの時間を稼ぐと、次第に、舞台劇に興味を持つようになった。2007年、俳優業を本格的に目指すため、カリフォルニア州ロサンゼルスに引っ越した。それ以来、ニップ、タックマヤミ整形外科医、ベロニカ・マーズ、クレイズ・アナトミー・コインの解剖学、ゴースト・天国からの囁き、プリベリッチド、FBI 失踪者を終え、 コールドケース迷宮事件簿などのテレビドラマに出演。その後、2011年10月28日に NBC 系列で放送開始となったグリム、グリムの主人公、ニック・ブルクハルト刑事役として採用された。同番組は2017年にシーズン6をもって終了した。日本では2013年に放送開始となった。1980年に ウィスコンシン州ミルウォーキーで生まれ、ミズーリ州セントルイス郡ハントリーで育った。1998年、セントルイスユニバーシティ高校を卒業。2002年、インディアナ大学ブルーミントン校を卒業し、国際ビジネス、金融の学士を獲得した。現在は、グリム、グリムの舞台、撮影地であるオレゴン州ポートランドに住んでいる。2014年に、 ドラマで共演したビッツイートロックと婚約した。ありがとうございます。